どうも皆さん、おはこんばんちは、アリジャです。シャドウタクティクス続きやってまいりたいと思います。まあね、茂みに触れないっていうのはもう本当にバッタバッタと切りまくれば終わりだと思うんですけども、まあ、このゲームにおいて結構難しいと言われているハードモードでいきたいと思います。大阪城ね、リプレイみたいな。さあ、ハードモードで行ってまいります。問題なく登れるだろう。急がないと上様の攻撃が始まる。はい、静かに、急げ急げ、ハヤト。音を立てるな。いますね。突入する。か月もこの調子か。一体いつまで続くんだ。水のように。さあ、すべてのチュートリアルもはや関係ない。これに刀は必要ない。これに刀は必要ない。音を立てるな。隠れた方が良さそうだ。上から攻撃だ。みんな集まれ。水のように動け。水のように。すぐに幕府軍の攻撃が始まる。心してかかれ。行き道がないぞ。やべ、これああどこに行ったんだ。というわけでこんな感じでね、速攻で死にます。心してかかれ。よし、静かに。上で死んでいる。こっちはまずいな。よし、ここを降りて、はい、突入する。水のように動け。うまくくぐり抜けるか。ささ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 さ、ハッパカアッパカ。突入する。俺のことは見なかったことにしろ。さあ行け、静かに。門が閉められた。壁は登るには高すぎる。迂回しよう。ほっ、今のはなんだ。音を立てるな。まあ、こんな感じでね、スイスイスイと行こうと思えば行けるわけですよ。こっちも閉められたか。別の道を探すしかない。はい、忍び足。武器は幼児学園の術、体術。早速戦闘か。さささささ、樽の中へ。問題はこの人だね。見つかるな。もうすぐだ。行くぞ。俺が音を立てる。妙な音だ。刀を収めるぞ。ほい。迅速に動け。でね、この人たちはね、本当気絶から復活しますから、樽の中に入れとかないとダメなんですよ。樽の中へ。素早く。移動中。よし、これでオッケー。はい、ガン。なんだ。無限ラッシュが続きます。近道を探そう。血がないな。家来たちは死んだ。拙者も一歩間違えば同じ道をたどるだろう。今日は血を流す。酒に飲まれよ。酒に飲まれよ。できんだろう。栄光。しゃがんでおれ。直ちに勝利は我らのものだ。めちゃくちゃうるさいよね。この大砲使えるかもしれぬ。で、一応こんな感じで。あ、ゾーン。いいのかっていう。これは一応でもキル数の中に入らないらしいです。かたじけない。かたじけない。拙者容易ではないな。よかろう、お供しよう。そいつはありがたいが、一人でやるよ。何を言う。一人なら困難でも二人ならなんとかなる。そうだろ。一人でも大丈夫なんだが。まあ好きにすればいい。だが静かに頼む。わかった、伊賀の隼人殿。お主のやり方に従おう。門がある。ここから入るべきか。うん。門の向こうに護衛がいる。ほっ。迂回して壁を登れる場所を探そう。壁を登るだと。鎧が重すぎるか。
心配するな。中から門を開ける。目立つところに死体を残さない。しばらく待つ必要があるね。侍や樽、家の中に隠すんだ。忍びに襲わる日が来るなんてな。そう。なんてことはない。はっ。はっ。大砲に注意しろ。落とさんぞ。早く。見てますね。気をそらさないと。用事が解決。どっかへ行くぞ。そっとやり直す。忍びに襲われる。こっち側を見てるのと、こっち側を見てるのと。用事が解決。ここで一回セーブしとくか。で、ここを通さんぞ。迅速に動け。はい、はい、はい、早速戦闘か。おし。終わりだ。さあ、ここを後ろを通って王国は編み笠をかぶった見張りが見えるか。奴らに酒は通用しない。職務を全うする奴ら。承知した。うん。タイミングね。ギリギリだぞ。大砲に注意しろ。気をそらさないと。危なかった。瓦礫を傾けさせろ。あの編み傘兵だけはちょっとこうこっちを速攻で向いてくるんだよね。編み傘をかぶった見張りが見えるか。奴らに酒は通用しない。職務を全うする奴ら。承知した。通りすがおう。難しいな。ギリギリだぞ。俺が音を立てる。あの音は素早く。なんてことはない。編み傘をかぶった見張りが見える。奴らに酒は通用しない。職務を全うする奴ら。承知した。オーケーオーケーオーケー。そうだ。早く。でこのままこっそりと裏手のドアを開けやる。そうですね。無理は置いてけぼりでも一応。わしの銃に狂いはない。無理もやってくるんですね。それじゃあ次の俳句でも読もうかの。変わりはないか。体術で、ここからが刀を収めるぞ。良い戦略だ。武器は使わん。直ちに一発だ。我らは勝利を収めるであろう。計画通りにしろ。我らの出番だ。通りすがりこれをやってもバレないって。危なかったな。敵はまだいるかもしれん。こっちに来い。来てるんだぞ。誰かいるか。足跡か。あれは何だ。おい、目を覚ませや。王子が忍びやし、戦だ。よし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 。気をそらさないと。早く。ようの音だ。隠れても無駄だ。茂みにいるのか。茂みに隠れているのか。おお、二人は樽のところに着いたようじゃ。どっちが運ぶんじゃ。ハヤト殿、拙者が運ぼう。よし、ここまで来たらもう第一段階は終了したような感じですね。任せな。刀を収める。大
体術。一撃だ。やばいやばいやばい、違う違う。シャドウモード、シャドウモードで。援護は頼み申した。ああ任せな。大術、危なかった。一撃、良い戦略だ。幼児学園の術、素早く。あれ行かなかったな今、コツンつって。先に不審なものを見てしまうとそっち側に行っちゃうのか。援護は頼み申した。ああ任せな。一撃、向かっているぞ。幼児学園の術、もうすぐだ。この状態でバチコンバチコン。上様のために。我らは刀を使わねば。オッケー、死に立ち向かえ。大砲に注意しろ。計画通りにしろ。いきなり襲われたんだ。危なかった。オブラブラブラ。許されない。ゴングラはどうだ。気をそらさないと。おー、予想外のところに移動し始めたな。俺が音を立てる。兵は十分だろうか。まあそこにね、樽を置いておけばとりあえずは。この見張りが問題なんだよね。門を守るんだ。幼児学園の術、何もないな。書いたな、これ。撃たれるなよ。刀を休ませておこう。我らの出番だ。俺が音を立てる。あちょ一発だ。気をそらさないと。ギリギリだぞ。急ぐぞ。俺が音を。時間がいる。オッケーオッケーオッケー。なんてことはない。良い戦略だ。気をそらさないと。さてここからなんですよね。倒産ぞ。問題はこの2人、ここの部分がねちょうど四角になってるんですよ。でこの2人が一応見てるんだけど、頑張ればなんとかなる。まずは今のは何だ。ここでハヤトを滑り込ませます。早速に。逃げられた。いなくなったぞ。やつはバカだ。オフカーなんか。俺を守るんだ。武器は使わん。ここで そかそか誰も入れるな。行くぞ。兵を送って瓦礫を片付けさせろ。気をそらさないと。栄光のために。俺がここで半分といったところかな。うん、守るんだ。いいんだよ。
ヤグラモンの上に樽を置く程度。あいやなんてことだ。タイミングがな、なかなか難しいなこれ。やべえな、結構スムーズに行く予定だったんですけどね。逃げろ。俺が音を立てる。素早く。今のは見つかるな。ここで半分といったところか。うん。ワンヤグラモンの上に樽を置く程度。彼なら朝飯前じゃろ。オッケー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 。用事が来るの術。動くか。兵はどう聞こえ。死に立ち向かえ。殴られたんだ。気をそらさないと。誰かいるか。報告せよ。兵を送って。向かっているぞ。栄光のために。よし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 。はい。俺が音を立てる。今のは。ここはね、ちょっと気が抜けない場所だよ。さい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 、はい、オッケー。で、この辺まで行けばもうクリア目の前ですよ。任せたぞ、じいさん。はい、おい、こんな感じですね。まあこれを導き出すまでにすげえ時間がかかってたんだけどまあこんな感じで一応ね、誰も殺さないルートも一応あるっていうのは確かなようです。我が主君の勝利なりついに戦乱は終結を迎える。やったな。だが分け前はあんたにはやらないぞ。かまわん。だが全てが終わったら杯の一杯でもかわそうではないか。いやというわけで今回はシャドウタクティクス、ちょっとね攻略編みたいな感じで、まあ参考になればと思います。いざ上様のため。かなりの運要素がね若干含まれてますよね。やはり侍は死にたがり。まあ次はねストーリーまた進めてみたいと思います。歴史が変わる瞬間に立ち会えるとは、長生きをするもんじゃの。次もお楽しみに。またな。